こんにちは、たくみクラフトと申します。今日はアイバニーズの TS9 チューブスクリーマーのレビューをしてみたいと思います。早速クリーントーンです。オンにしてみます。はい、こんな感じですが、まあこれは今更私がレビューする必要もないほど有名な機種なんですけども、まあ王道のところもレビューしようかなというところで今回紹介させてもらいます。TS 系と呼ばれる、流れを作ったチューブスクリーマーというものなんですけど、 TS 系って何っていうのを言葉をよく聞くと思うんですが、これはこのチューブスクリーマー系というこのタイプの、エフェクターを指して言うことが多いです。で、特徴的なのはやっぱり中音域にこう粘りがあるというか、中音域が膨らんでる感じのオーバードライブで、低音が割とローがカットされている感じっていうのがこのオーバードライブ TS 系の特徴です。で、 TS 系っていうのもアイバニーズがまあ本家本元の T チューブスクリーマー開発したんですけど、この TS9 っていうのは割とチューブスクリーマー系の中でもそこまで中域に寄ってる感じではなくて、割とレンジが広めな方かなというのが私の印象ですね。まあ確かに中域に寄ってる感じはするんですけど、そこまで鼻詰まり感っていう感じはなくてですね、まあコードバッキングなんかに使ってもそこまで違和感がないかなっていうような感じですね。はい、では早速、つまみいじってみたいと思います。レベルなんですけど、結構出力が小さめなので今レベルマックスになってます。で、基本的にレベルマックスで使ってもらうのがいいかなと思います。まあ他のエフェクターとバランスが取れなかったら当然下げてもらう必要はあるんですけど、だいたいこのレベルマックスの状態でオンオフのクリーンとレベルが同じか、ちょっとむしろちっちゃいくらいかなっていう感じなので、レベルは今マックスになってます。じゃあまずゲインのつまみを0からやってみたいと思います。ゲインのつまみが0。はい、だいぶ歪みが少なくなります。で、ゲインのつまみが9時。はい、ゲイン12時。結構こう粘りがある、サスティンが効いてある感じが特徴的ですよね、やっぱり。で、3時。12時以降はそんなに劇的に変わってる感じはしないですね。で、マックス。
はい、こんな感じです。まあアイバニーズのチューブスクリーマーをメインの歪みとして使う場合はそんなにハイゲインなものを求めてるわけじゃないと思うので、このくらいの、つまみの効き具合の方が、まあ、使いやすいのかなっていう感じはするんですけど、12時以降はそんなに、まあ、全体的にそんなにゲインの量は変わらないっていう感じですね。じゃあ次トーン行ってみたいと思います。トーンゼロ。トーン9時。トーン12時。トーン3時。このくらいが結構トーンマックス。だいぶ低域が削れて高域側にシフトしてる感じっていうのがありますね。はい。で、単体の歪みのレビューとしては以上なんですけども、次にブースターとして使ってみたいと思います。では1回カットを入れます。つないでみました。ブースターとして有名なチューブスクリーマーなので歪みペダルの前段でブーストしてみたいと思います。で、これ今日使うのがサーの、ライオットのクローンペダル、私が自作したものになります。オンにしてみます。はい、こんな感じに、高域が、目立ってきて、低域がカットされて抜けが良くなる感じですね。で、ブースターとして使う場合なんですけど、レベルは結構ちっちゃめなので、上げ目っていうか、まあほぼマックスぐらいがいいと思います。で、ゲインはお好みなんですけど、まああんまり上げると結構割れてる感じっていうか汚い感じに歪んでくる場合があるので、まあ0から12時ぐらいのちょっとゼロの状態で、3時ではない、9時。12時。やっぱ9時くらいが一番ちょうどいい。
はい、じゃあ、そうですね、原因はだいたい9時くらいがおすすめかな。で、トーンはまあ好みなんですけど、ちょっと抜けっていうか太い感じにしたかったら下げ目で、より抜けを良くしたかったら上げ目で使ってあげると、まあこんな感じで、バッキングで、例えばバッキングの状態は、ブースターオフ、チューブスクリーマーオフの状態で、って感じで使っておいて、でトーン上げ目にしておいてあげて、ブースターオンにすると一気に抜けのいい音が作れるので、例えばリードとかソロの時に、踏むみたいな感じの使い方をしてあげると結構いいかなと思います。はい、それでは今日は王道のオーバードライブでしたが、アイバニーズの TS9 チューブスクリーマーのレビューでした。よろしければチャンネル登録、 Twitter、Instagram のフォローもお願いします。以上、たくみクラフトでした。